あの、そのやり方間違えてます。はあ。サムネでお気づきでしょうか、あの伝説の風刺画。伝説やったね。そう、これをね、まあ、僕らが実写化させていただいたことによってなぜか一番うちで伸びた動画となってしまいました。80万回再生ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、本人でもちろん許可なく使ったんですけど、まあ画像は使ってないからね、その当時は。だから画像を動画で実写化してみたみたいなのを僕らが勝手にやったわけですけれども、そしたら伸びたおかげで本人に届きまして、そして、うん、なんかちょっとまあそんな悪い反応じゃなかったから、うん、許可あのサムネで使っていいですかって聞いてみたら、いいですよみたいな感じですごい早くリプを送ってくださって。秒速やったね。そう、秒速やった本当にそうしたやった、めっちゃ早かった。あ、いいんやっていうぐらいで、僕がまあフォローしてそういうリプを送ったら、うん、あ、でももうフォローしてくださってっていう感じになりましたんで、うん、で、あの方の本業があのエロ漫画家絵師さんらしいです。僕本当大きい声じゃ言えないけど、エロ漫画すごいお世話になってるんで、エロ漫画っていうもう業界にねお世話になってるから、ちょっと あの人の絵もさん、あのツイッターに貼ってますあの届けばいいなというお願いですあ、本人にもう一回、はい、本人に届けばいいなというお願いなんですけれども、あのような風刺画をもう一度書いていただけないでしょうかね。本当にただの僕らの動画のネタにしていただきたいだけなんですけれども、ずうずうしいんですけど、ずうずうしいんですけれども、あんな神的な風刺画もうちょっと欲しいです。まあ、絶妙だったよね、あれ。本当に絶妙、絶妙。本業がエロ漫画家とは知ってます、知ってますちょっとでも筋トレが趣味っていうことも知りました。なんでちょっと筋トレ業界ちょっと賑わせてください、お願いいたしますお願いいたします。で、この、まあ、画像がね、秀逸、元の画像が秀逸だったから多分まあここまで伸びたんかなって思うんですけど、まあ、ちょっとコメントがね、いろんな、いやこれ間違ってるのとかいろいろあったんで、ちょっとそれについてまずそれを説明したいと思います。そういう動画です。はいはい。まあ意図は聞いてないけど、僕らの大体の思うところはプロが素人に何か言われてるっていう、素人がプロにイチャモンつけてる、うん、そういう図だと思うんですよ。まあ、素人が Y ですね、それで言ったら。あ、そうそうそう、ちょっと分かりにくかったですね、元画像がちょっともっと細い人だったんで。うん、そうそう、なんかそういうふうにも言われたけど、まあでも見たらやっぱ、ま、めちゃめちゃマッチョな人に、まあ、ちょいマッチョが注意してるっていう図だったから、今回の僕らの動画で言えば、まあよくあるあれですよね、ジムで言ったら。そう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 、だからそういう図でしたというそれだけないですね。そう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 、本当にそれだけなんですね深い意味ない。そう、マジで今80万再生になってるけど意味が分からんもん本当にそうそうそう、そのまあいい皮肉だったけん伸びたんかなとかは思うけど、だから皮肉の画像なんだよね、あれは。一応おそらく、おそらくね、うん、作者に意図までは聞いてないけど、このトレーニングって間違ってるのっていうコメントがめちゃめちゃあったよ、うん、めちゃめちゃあったから、さすがにこれはなんか動画撮っとこうかなと思って、うんうん、だからあのトレーニングが間違ってるかどうかっていうのは難しいですっていう話ですね。ね、うん、うん、まあ間違ってはないと思います。それぞれのトレーニングの目的があって、それのフォームがあってっていうものだから、どこの筋肉を狙ってるとかいうので、あの間違ってる間違ってないが変わってくるから難しいです。だから、まあ、仲良くもない人に急にああいう風に間違ってますよっていうのは、まあ、あのガリガリ役の人は失礼だっていうのは、まあ、うん、コミュニケーションとしてちょっと失礼だなっていうのはあるにしても、本当に間違ってる間違ってないは、まあ、誰も判断できなくねっていう。それでちょっとね、ちょっと深掘りしたいと思って僕動画撮ろうと思ったよ、はい、深掘りしたかったのは、あのガリガリがマッチョに言ってるからガリガリが間違えてんだろっていうのは、それはちょっとね、浅いかもしれないっていうことみたい、うん、恐ろしい、怖いことかもしれないっていうこと。マッチョが正しいなんてことはないんだよ、別に筋トレだからって言って、うん、だからこのね、僕ら考えたよ、いい例えないかなと思って考えて出てきたのが、ボルト、ウサイン・ボルトって、あの 100m、200m の世界記録持ってる人、まだ超えられてないよね、知らんか、わかんないけど、まあ、多分超えられてない。まあその最速といえばボルトでしょ、僕ら世代で言ったらね、ね、うん、ウサイン・ボルトのコーチっておるわけよ、絶対に。ボルトの尻を教えた人は絶対にボルトより足が遅いんですよ、 100m に関しては。で、そんな人がでもボルトに教えることができるんですよ、知識があるから。そこが大事だからだからガリガリが言ってるから間違ってる、マッチョが言ってるから正しいみたいなのはちょっとあまりにも浅はか、うん、それが言いたかったです。だからマッチョだから正しいとか言っちゃってる人はトレーニング3年目なんじゃないのっていう。そうですね
そう、全然解剖学とか生理学とかに詳しいその人たちって全然体ね、あのその言い方悪いですけどマッチョじゃないけど、もうあの信頼に足る方々ばかりなんで、そう、そう、体で全て判断しちゃいけないよっていう話ですね。そう、まあもちろんね、説得力があるのはマッチョの方だけど、うんうん、そうとも限らないというか、だからね、つかけんがベンチプレスで伸ばしたって、もう胸作ったってのはもうそうなるとは限らんわけ、ね、そうそうそう、だからマジでつかけんがいい例じゃない、これうち見とる人だったら分かるでしょ、ね、前から見てくれとったら特に分かると思うけど、つかけんっていううちのすんごいでかいやつ、うちなんやうちなんやあ、レギュラーやった、そうやそうやそうやつかけんみたいな、あんなでかいやつベンチプレス200キロ、スクワットも200キロとかそんな上がりますみたいな人とかもトレーニングの仕方全然分かってんねえから、うん、分かってないけどマッチョになっちゃったんだよあいつは、もう あまりある才能で、なるほど、だって腕のトレーニングしてないのにあれですから、ね、え、そうなんあれ、そうそうそうほんまにじゃあ俺たちも腕のトレーニングやめた方がいいって言われたら違うじゃないですかそうそうそう、はたから見ると僕までなんかね、僕がつかけんに筋トレ教えてあげるわみたいな感じでちょっとね、その動画内で言ったことがあったよ、動画として企画として出したよね、なんか、あ、そう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 、弟子に、弟子に教えてみたみたいな、あ、そう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 、ポージングもあったし、筋トレの内容もね、あいつ背中がちょっとフォーム下手すぎたけん教えたりしたよね、うん、昔、うん、で、そういう動画も出したら、何マッチョにあの微妙なやつが講釈垂れてんだみたいなコメントがあったよ、微妙なやつそうそうそうマッチョが正しいだろみたいなコメントがあったけん、うん、あー、まさにそういう風に思ってる方ってやっぱいらっしゃるよなっていう風に思って、うんうん、だからそのなんて言うんだろう、マッチョだから、まあ、マッチョにわざわざねそういう風に間違いを正しに行く必要はないけど、仲良しだったら教えてあげるのが親切だなって思うから僕は教えましたっていう話、うん、で塚健自身もなんか、うん、本当に僕知らないから教えてくれるのすごいありがたいですって僕にはね言ってくれたから、うん、だからそういうお互いがね気持ちいいコミュニケーションが取れたらいいですね、あ、まあ、ウィンウィンやったってことやね、そう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 、うん、でも結構ね、マッチョになっちゃった人って、いや、俺がマッチョだから正しいやろみたいな人もやっぱね、少なからずいるんですよ。ああ、なるほど。そう。だからそういうちょっとガリガリな人というか、ちょっと筋肉がない人を、まあ、見下しがちだし、で、そういうことがあると、ちょっと筋肉ない人たちは余計なんか、あの、フォームちょっとおかしいけど、まあ、あの人マッチョだし、まあ、いっか、みたいな風になっちゃって、変に気を使うみたいなことっていうのが、多々見受けられます。トレーナーとかじゃないのにっていうのはあれなんじゃないですか、別に余計な世界かけなくてもいいんじゃねっていう、別ね、そうね、僕らはそのあれじゃないですか、その市営のジムとか行って謎取りしてる人たちがいても何も言わないじゃないですか、言わないね、うん、その人はその人 あのやりたいことがあってやってるわけだから、そう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 、そこに溝を刺すのはね、うん、まあそもそも僕らのショースがまさか伸びると思ってなかったよ、そもそもそほら気づいてほしいのはあれ一ちゃん最初か2番目のショーツなんで、その段階で、まあ行って1万再生いけばいいかなみたいなノリで出しとったら、そう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 、ね、雑に作ったよね、雑やったよね、しかも伸びた挙句そのネタを知らない人がいっぱい入ってきたっていう感じですよね、そうそうそう、うん、まあちょっと補足がなかったらちょっとまあ申し訳ないなとは思うけど、まあ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 でも本人からもね、なんか喜んでもらっとる風だったから、本当に、うんうん、あ、そうなんや、俺が書いたなんか昔書いたやつがついに実写化したみたいな、初めての実写化そう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 、でなんか普通にね、だけど僕のこともフォローしてくれたし、別に、うん、悪い気はしてないんじゃないんでしょうか、わ、うん、かりませんけどまあ僕はこれにこの動画を出すことによって、あのあるエロ漫画家絵師さんのね、これからの活躍が伸びることを期待しておりますまあそれは本当にそうやんか、うん、でもまあなんかね、それは本当に、うん、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。レッツゴー。やめろって本当に取り上げられるから